の柔軟性アップのためにスクワット100回チャレンジに挑戦していきたいと思います。5つのスクワットを各20回ずつ合計100回になるようにして行っていきます。そして最後はフォームローラーを使って少し股関節のストレッチをしていきますので、ぜひフォームローラーがある方はお手元に用意してご参加ください。ない方はヨガマットを丸めたり何かクッションになるようなものを下に敷いてやってあげるのもいいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、それではまずはチェアスクワットから行っていきます。このように足を肩幅に開いて、このコリコリした腸骨があると思うんですけど、これをしっかりと真正面に向けます。また上下の、ね、高さのバランスもしっかりと揃えてあげたら、手を前に出してこのまま少しお尻を後ろに引くようにして股関節を縮込めてスクワットします。で、まっすぐに立つ。横を向いた時に本当にこう椅子に腰をかけるような感じで、膝を曲げてお尻を落とします。で、吐きながら上にアップしてくる。はい、ではこれで20回頑張っていきます。はい、それではやっていきましょう。よーい、始め。吸って下ろす、吐いてアップ、吸ってダウン、吐いてアップ。しっかりとスクワットチャレンジなんですけれども、股関節をね強化していきたいので、この股関節が一回一回縮こまって伸びるのを感じながらやってみてください。あとは腰に負担がかからないようにしっかりとお腹を引き上げて、体幹とインナーマッスルを使ってやってあげるのもポイントです。はい、今10回まで行きました。半分まで来ました。頑張っていきましょう。肩の力は抜いて、手はなるべくまっすぐに伸ばした状態でやってあげるとね、上半身が丸くならずに、はい、まっすぐに保った状態でできるのでいいと思います。はい、ラスト5回頑張っていきましょう。膝内側とか外側に逃げちゃってませんか？まっすぐつま先の上置いた状態で頑張っていきましょう。はい、ラスト2回、はい、いいですね。では次はですね、少しワイドスクワットに移っていきます。足、つま先と膝を大きく横に広げたらこのまますぐお尻を下に落としていきます。背筋をしっかりとまっすぐにしておきましょう。この状態でお尻下げられるところまで下げたら、膝を内側に入れたり開いたりしていきます。はい、このまま頑張っていきましょう。よーい、はじめ。1、2、3。はい、頑張っていきます。なるべくお尻下近いところでキープするのと、上半身が前かがみにならないようにね、意識しながら頑張っていきましょう。股関節のね、内旋と外旋の動きを入れながら少し前もも鍛えていっています。お腹をしっかり引き上げて足のみ動かしていきましょう。上半身固定していきます。はい、ラスト2回頑張っていきましょう。1、はい、いいですね。じゃあゆっくりと膝を伸ばしていきます。次はですね、ランジに移っていきましょう。このまま片方の足を前、反対側を後ろに持っていきます。そしたらつま先、膝、骨盤を真正面に向けてお尻を下に落とします。この時に前の膝がつま先を越えたり後ろに下がりすぎない、だいたい足の上に来て90度に曲げられるぐらいまでお尻を落とします。そう、そしたら上に来た時に後ろでキック、そのままスッと下ろして吐きながら上でキック。この股関節の伸ばすところをね、意識しながら頑張っていきましょう。はい、ではまた2回やっていきます。よーい、はじめ。吐いてアップ、1、2、3。はい、その調子です。後ろのね、ももが効いてるのを感じながらやっていきましょう。また辛くなってくると、どうしても背筋がこう丸くなっていってしまいますので、なるべく頭の位置はまっすぐ変えないように、お腹を引き上げてバランス取っていきます。10、はい、半分まで来ました。残り10回です。肩の力は抜いて、下半身と股関節意識しながらやっていきましょう。お尻はしっかり下まで落とす。19、
20。はい、ですね。では反対側にストレッチして同じように頑張っていきましょう。しっかりとつま先、膝、骨盤を真正面に向けて頑張っていきます。それでは、よーい、始め。1、2、3。ぐらぐらしちゃう方はもう一度お腹引き上げてやっていきます。つま先、膝、真正面向いてますか？特に前の膝がね、内側に入っちゃったり外側に逃げないように、若干ね、膝曲げたままで大丈夫ですので、はい、バランス取って頑張っていきましょう。はい、今10回まで来ました。半分です。13。頑張れ頑張れ、あと少しです。はい、背筋まっすぐにして、後ろの骨盤、ふっと股関節ですね、開いていきましょう。19、20。はい、いいですね。はい、では今80回スクワット達成しました。ラストの20回は V 字スクワットをやっていきます。このままかかとを合わせてつま先を少し開いたら、同じようにお尻を落として膝を開きます。で、吐きながら上がってくるときに内ももをキュッと引き締めて頑張っていきます。はい、ではラスト20回頑張っていきましょう。よーい、始め。1、2、3。しっかりと吐きながら上がって、吸いながら落としてあげるのがポイントです。膝もしっかり上で伸ばしきってあげましょう。内ももをね、意識すると同時に少し股関節が開いているのが分かると思います。開いた状態で曲げて伸ばす。はい、12回まで来ました。ラスト8回です。肩の力を抜いて、お腹引き上げて、ラスト4回頑張っていきましょう。3、2、1。はい、お疲れ様でした。いいですね。では少し足を振ってあげましょう。はい、それではストレッチに移っていきましょう。まずは足の裏と足の裏をくっつけたら、このように膝を開いて上下に足を動かしていきます。股関節から足を動かすようなイメージで振ってあげましょう。はい、ではこのまま上半身を前に倒していきます。今度は足を少し前に伸ばして、片方の膝を内側に入れます。そしたら反対の足をそのまま膝の上に乗せて、内側にゆっくり押し出していってあげましょう。股関節から仙腸関節というお尻の方の関節を一緒に伸ばしていきます。片足を膝の中に入れたら、反対の足を膝の上に置いて内側に倒していきます。
ストレッチしていきます。何かヨガマットを丸めたり何か代替できるものがある方はそれをしたり敷いてやってみてください。まずはホグローラーをマットの上に置いたら片方の膝を曲げて横に持っていきます。で反対の足の下にホグローラーを置いたらこのようにコロコロコロっと前後に体を動かしていって前ももから股関節のところにフォームローラーが当たるようにしてストレッチをかけていきます。コロコロマッサージしていきましょう。前ももから股関節をぐっと、マッサージかけていきます。いかがだったでしょうか。結構ね前ももとか内ももにも効いてきたのは分かると思うんですけれども、今回はですね股関節を少し意識して股関節強化柔軟性アップに焦点を当ててやっていきたかったので、ぜひ下半身の運動をしている時だったりとか普段歩いている時とかもそうですね股関節を少し意識して生活してみてください。本当にね股関節は最も大きなリンパ節があるところで、ここが滞ってしまうと下半身がむくみやすくなってしまったり足が太くなっていってしまいますので、ぜひ股関節意識して鍛えたりマッサージそれからストレッチを行ってあげてください。ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてスクワット100回チャレンジできた日はぜひコメント欄の方でも教えてください。そしてピラダンスオンラインサロンの方では実際のピラダンスレッスンが受けられたり、また食事や栄養筋膜リリースなど専門の方からの知識も得られるようになっていますので、みんなと一緒にトレーニングしたいなと思っている方やエクササイズを日常生活に習慣化させていきたいなと思っている方はぜひ遊びにいらしてください。詳細はこの動画の説明欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。